ぷぷーぬるだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬるです。今日はですね、ついについに私の相棒が帰ってまいりました。今年の6月にですね、障害に遭ってしまって修理に出していたクラウンなんですけれども、なんと昨日帰ってまいりました。おかえりなさい。で、昨日ですね、オープニングイベントを開催しまして、来ていただいた方には先にお見せしたんですが、今回オープニングイベントに来れなかったよっていう方にもクラウンをお見せしたいなと思いますので、今日はですね、クラウンのお披露目をしていきます。早速クラウンをお見せしたいんですが、その前に今回お店を開店するにあたってたくさんのお花が追加でいただきましたので、まずはお花のご紹介をしていきます。まずこちらの2つは視聴者さんからいただきました。すごく可愛いです。すごく綺麗。私赤とか暖色系がすごい好きなんで、めちゃくちゃ可愛いです。で、こちらはですね、枯れないお花ということでいただきました。造花なんですけど、すごく綺麗ですよね。で、このスマイリーちゃんがとっても可愛いです。視聴者の皆さん、こんなに素敵で可愛いお花ありがとうございます。大切に飾らせていただきます。それとこちらのお花はカルトラーレの代表の山内さんからいただきました。これすごく上品でおしゃれですよね。こういう青いお花なんかも入っていて、めちゃくちゃおしゃれです。カルトラーレさんはお財布のメーカーさんになっています。以前私もカルトラーレさんのお財布動画でご紹介したんですが、すごく使いやすくておしゃれですので、ぜひお財布新しいのにしたいなという方なんかはカルトラーレさんのお財布チェックしてみてください。それと代表の山内さんも200直径クラウンに乗ってらっしゃるということで、ちょっと同じクラウン乗りということで意気投合もしました。本当にありがとうございます。それともう一人視聴者さんがいらっしゃいまして、こちら二見さんですね。タンタンこと二見って書いてありますタンタンさんっていうニックネームで SNS とかはやられているんですが、こちらですね、すごく綺麗なお花いただきました。私オレンジが好きなんで、オレンジのお花入ってるとすごく嬉しいです。タンタンさんですね、今度施工のご依頼もいただけるようなので、ぜひお会いできるの楽しみにしています。ありがとうございます。こちらはですね、視聴者さん兼お客様ですね、創生者の星さんからいただきました。すごい立派な豪華なお花いただきました。ありがとうございます。それと最後はですね、こちらトータルリペアアンフィニの片岡さんからもいただきました。トータルリペアアンフィニさんはですね、私にルームクリーニングを教えてくれた大師匠と言っても過言ではないです。本当に撮影で私もルームクリーニングやってみたいと思って今のヌヌファクトリーがありますので、本当に師匠です。で、トータルリペアアンフィニさんはルームクリーニングの受注件数が日本で1位だったりとか、あと作業自体もすごく細かくて丁寧ですので、ぜひルームクリーニングはトータルリペアアンフィニの片岡さんにも頼んでみてください。片岡さん、本当にありがとうございます。ぜひまたコラボしていただけると嬉しいです。はい、それではいよいよクラウンをお披露目していきたいと思います。じゃじゃじゃーん、帰ってまいりました。マイクラウン、おかえり。かっこいいね、本当にいつ見てもかっこいい、うちの子。で、今回ですね、障害が治ったことによってよりかっこよさが増しました。今回クラウンの障害修理をご協力してくださった方がいらっしゃいまして、そちらの方々のご協力で昨日クラウンが戻ってまいりました。本当にご協力してくださった方ありがとうございました。それではまず1個ずつ見ていきます。まずフロントの方ですね、ボンネットは新品に交換しました。で、ボディカラーの方は元々の212のプレシャスブラックパールで戻ってきました。やっぱりね、綺麗になってるとラメ感とかもすごくはっきり出てるので、やっぱりかっこいいなと思います。で、障害はこのフロントガラスもほんと小さな飛び石みたいになってしまってたので、フロントガラスも新しく交換していただきました。なのでちょっとトレードマークだったレインボーフィルムはなくなっているんですが、まあ、こんな感じで新しいものに新品に交換されてます。この真っさらなフロントガラスだったら運転も集中できるんで、すごく楽しみです。それとあとルーフの方は一番ちょっとルーフが被害が大きかったので、一回ルーフをぶった切りましたすごいよね、ぶった切って直しました。もともとこのラッピング貼ってあったんですけど、それを一回剥がしてぶった切って、またラッピングを再施工っていう形ですね。
で今回このラッピング再成功してくださってデコラティブシステムさんもお忙しい中ご協力してくださってありがとうございました。多分千々岩さんが貼ってくださったっていうことなんですけれども、千々岩さん本当にありがとうございます。やっぱりこういうシャークアンテナの部分ですね、すごい難しい箇所なんですが、千々岩さんはやっぱり技術力が高いので元通りしっかりと綺麗になった状態で戻ってきました。で障害はこのドアミラーはほとんど無傷だったんですけど、まあ、一応こちらのドアミラーも新しいものにラッピングしていただきました。このリアスポイラーと下のディフューザーのところのカーボンラッピングも新しくしていただきました。綺麗ですよ本当に。今回新しく交換したところはボンネットとトランクになるんですが、それ以外は全部全塗装になりました。でサイドなんかはほとんど障害を受けてなかったんですけど、まあ、ちらほら経年車ならではの傷がありましたので、せっかくなので全塗装していただきました。あ、横も全塗装してる。そうです、横も全塗装していただきました。すごいですそうなんですよ、協力していただいた方がボンネットとかが新しく綺麗になると横もちょっと目立ってきちゃうかもしれないんで、せっかくなら全塗装っていう形でしていただきました。で障害もですね、この下の方とかは無傷だったんですけど、やっぱりサイドこういった平面っぽいところ、この辺とかは数箇所へこみがありましたので、この辺もね直していただきました。こういうウィンドウモールとか、あと B ピラーですね、傷もですね全くない新しいのに変えてもらいました。それとあとサイドのこちらですね、下の方に入っているオプションのメッキ、これも新品です。もうすごい豪華ですよね。でこういった下のところはこの間とかに、ね、結構水垢とかついてたんですけど、そういったのも全部なくなってすごく輝いています。それとあとこちらのもうクラウン王道のこのピラーエンブレムですね、これも新品に変えていただきました。もうこの辺とかはほとんど無傷でそんなに傷もなかったんですけど、まあ、せっかくならばということでご好意で変えていただきました。この伝統のピラーエンブレム輝いているとすごく清々しいですね。リアガラスの方は特に大きな障害の影響は受けてなかったんですが、全体が綺麗になるとこのリアガラスの鱗が気になるだろうということで、ご協力していただいた方が手磨きで鱗を除去していただきました。多分すごく大変だったと思うんですが、ありがとうございました。かなり鱗がすごかったんですよ。でオートメッセ出た時なんかもリアガラスの鱗が残念っていうコメントとかもちらほらいただいたんですが、もうこんな感じでほぼ新品のような感じで戻ってきました。クラウンはリアガラスの真ん中の方にヌヌファクトリーのステッカーとか、あとお世話になったメーカーさんのステッカー貼っていたんですが、鱗取りをするということでそのステッカーは一旦全部剥がしていただきました。ただ個人的にはここにステッカーが貼ってあるとカスタムカーって感じがしてすごくかっこよかったので、またお世話になったメーカーさんのステッカーなんかも復活させたいなと思っています。そしてリアの方はまずトランクが新しいのに交換していただいたっていうのと、それとこのエンブレムたちも新しいのに交換していただきました。で今までこのトヨタの中の青いところを黒に変えていたり、こちらのハイブリッドエンブレムのこの青いところを黒にしていたりしたんですが、今回はそのまま純正のままで戻ってきました。このトヨタのエンブレムの周りは結構水しみがつきやすいポイントなんですけど、水しみゼロで本当真っさらな状態です。すごく綺麗ですよね。でこのクラウンとかアスリートと G のエンブレムも新しくしていただきましたので、もうめちゃくちゃかっこいいですよね。すごいアスリートが輝いてるなと思います。今までつけたエンブレムはこれですね、トヨタとハイブリッドのエンブレムはこのブラック仕様でした。もう多分これも簡単に外して簡単に付け替えることできると思うので、もうちょっとこの中とか綺麗にしてまた付け替えてみたいなと思います。でトランクの中ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、本当最後に乗ったのがこのオートメッセからの帰りとかだったんで、このようにオートメッセ出た時のプレートがそのまま残っております。懐かしいな。今年はですね、まずオートメッセの行き帰りと、あと障害を受けて一旦自宅に帰ってきた時があったので、それの2週間ぐらい、なんトータルで本当に2週間ぐらいでした。で本当にねずっと乗れてなくて、ちょっと乗りたいな乗りたいなと思ってたので、この後早速ドライブしていきたいと思います。
ホイールの方は今回特に変わってはいません。同じく TWS のホイールを履いています。もうね、合わなすぎてどういうデザインだったかって細かいところ忘れちゃってたんですけど、やっぱり改めて見るとやっぱりかっこいいですね。このちょっとゴテゴテしてる感じとかがまたたまらんですね。ただ越谷一家の総長に言わせるとホイールがダサいといつも言われます。総長見てますか？やっぱり高級感があってこの TWS のホイールすごく好きだなと改めて思いました。修理する際にこちらの TWS のホイールを外して、でご協力してくださった方がベルファイアに乗ってましたので、そのベルファイアのタイヤを一時的に装着してました。なので本当にクラファイアですよ、あの中国で出たやつみたいな感じで本当のクラファイアになって一時過ごしてました。まあ、こんな感じで無事に帰ってきてくれたのですごく嬉しいです。内装の方は特に変わりはございません。いつも通り21クランアスリート G の内装でございます。まあ、変更点というかちょっとだけ修理していただいたものがあって、私ですね DIY が好きで結構この辺り外して配線通したりっていう作業をしてたので、もうボコボコっていうかベコベコになっちゃって戻らなくなってたんですけど、この辺りもですね綺麗に直していただきました。多分これ新品だよね、全然白っぽくなってないんで、ゴムとかもステップとかもめちゃくちゃ綺麗です。なんかこういう細かいところまで再施工していただいて申し訳ないなと思ってるんですが、すごく嬉しいですね。ステアリングは車外のままルナインターナショナルさんのこのステアリングのままです。やっぱりねこのガングリップとこのピアノブラックとかがすごく高級感があってめちゃくちゃ好きなんですよね。これなんでまたこれでねドライブできるのがすごく楽しみです。それとね昨日改めて自分の車を見て思ったのがこれめっちゃ懐かしくないですか？すっごい初期の頃にこれの抽選会とかやりましたよね。そう、これこうやってねこのサンバイザーだけでは足りない時にこれをこうやって下ろすと眩しくないよっていうやつですね。こんなんつけてたわと思ってすごいもう忘れかけてたもんね、懐かしいと思って協力していただいた方にこれないやって言われましたいやこれ便利なんですよ。で例えば横が眩しい時はこうやってもできるし結構便利なんですよ。だからずっとつけてます。はい、というわけで今回は無事に私のクラウンが復活しましたよというご報告動画でした。で今まで今年1年間ですねほとんどこのクラウン動画に出てなかったので、クラウン好きセダン好きの方はちょっと残念に思われてたかもしれないんですが、今回ですね無事に復活しましたので今後はたくさん動画に出てもらいたいなと思いますので、ぜひクラウンの動画もお楽しみにお待ちください。私今後こちらのクラウンでやりたいこと2つありまして、まず1つ目はエアサスを入れたいです。今までですね車庫帳で結構頑張ってはきたんですけど、やっぱり車庫帳も限界があってエアサスの方がいろいろなところに行けますので、ちょっと今年1年間乗れなかった分いろいろな思い出たくさん作っていきたいのでエアサスに変えていきたいなと思っています。それと2つ目は洗車のヌヌファクトリーオリジナルコーティングのバスターコールを施工したいなと思っています。でこのクラウンですね今の状態は板金塗装が終わって、で硬化型は何も塗布してないですし、あと磨きもしていない状態なんですね。なのでこちらのクラウンにバスターコールを施工して、中にはバスターコール気になるけど写真とかがないからわからないという方もいらっしゃったと思いますので、詳しく皆さんにバスターコールの内容だったりとかツヤ感とかをお伝えしていきたいなと思います。バスターコールの動画は近々アップする予定ですので、ぜひ気になっている方はチェックしてみてください。それでは今後ともですねこちらのクラウンと私とよろしくお願いします。バイバーイ。